ヨハン・ファイン・リヒティ・シュバインによる繁画像を写生する画家、ゲーテのスケッチによるヨハン・デビット・シューベルトの図版、ゲーテの像と呼ばれる像は18世紀末、ドイツのカッセルで展示された像である。1780年に事故で死んだ後、自然科学者としても知られるゲーテがその骨格標本を研究したため、ゲーテの像と呼ばれる。その骨格標本は、 カッセルの自然史博物館に展示されている。1773年1月にヘッセンカッセル、紅白フリードリヒ2世が、ブランデンブルクシュベート辺境伯の娘と結婚した、祝いに、オランダのオラニエナッサウケから、インド生まれの2歳の小僧がプレゼントされた。当時の名前は知られていない。現在は、公園となっているカールスアウェに小屋が作られ、後ろ足を鎖で繋がれて飼育され、 天気の良い日には長い鎖によって屋外に出されたという。大量の食料、飲料を消費したと記録され、パンが与えられると前足を使って、左右に挨拶したと伝えられる。オペラの舞台に登場させようとしたが、すぐに断念したとする記録もある。二役馬の代わりに用いられ、9歳で事故で死亡した。像の死体は解剖学者のゼンマーリンクが解剖し、 処理したが公式な報告書は発表されず、像の死後14年経った1844に、ゼンマーリンクの当時のメモが出版された。昔、劇場であった建物に、博物学のコレクションが集められており、像の骨格標本もコレクションに加えられた。1783年に、カッセルを訪れていたゲーテは、ゼンマーリンクと知り合いとなり彼の集めた、 博物標本に興味を持ち、像の骨格標本に興味を持った。1744年に解剖学研究のために、頭蓋骨の借用を申し込んだ。その年の初めゲーテは、人間と猿の頭蓋骨の構造の違いとして、ジスチェンキファーナチェンズを発見したことを、友人のヨハンゴットフリートヘルダーやシュタイン夫人に、話していて、別の動物の頭蓋骨も調べることを望んでいた。 1784年7月に頭蓋骨はゲーテが訪れていたアイゼナ派に送られ、ゲーテは数週間標本を研究した。解剖学的所見に関する相違からゲーテとゼンマーリンクの関係はうまくいかなくなり、ゲーテの解剖学研究の発表は延期された。1820年になって、ゲーテの科学的研究の論文集が出版された、時に出版された。 ありがとうございます。